はい、それではプレイオフセカンド三回戦、倒敗の開始です。はい、ちいちゃから見ていきましょう。ちいちゃが梅村。なんちゃが鈴宮。シャーチャは塚田。ペーチャは松井の順番となっております。トーン曲、親は梅村。ドラがパー1です。梅村ね、今手配見えてなかったですけど、ちょっとね、あの次に移るんですけど、はい、よかったですよ。<お>はい、やっぱよかった。ここはチャンス。ほら、見ていきましょう。 で、始まる前にね一応梅村さんのポイント状況の話してましたけどもちろん他の3者もここで梅村さんにトップを取られさえしなければなおかつ自分がラスにならなければかなり通過率は高いです。っていうのを踏まえて多分みんなやってきてるんであの、やっぱり梅村のトップはそう簡単に取れる状況にはないのは間違いないですね。さあそんな中でもトップを取りに行かなくてはいけない梅村。 単用でもありますよ。ここドラも一枚あって、まあ、チーマンが欲しいですね。さあ各社見ていきますけれども、鈴宮もドラと赤がある。いいですね。で、まあ、ここの、えー。みんながどう考えるかですね。梅村の親は、まあ、やらせないと。いうのが、<laughs> 天敗連チャンだったら。かなりあるんですよ。そうですね、しか、ね、ただ、上がり連チャンなら、もう終盤になったら。 上がりさえされなければいいっなったらかなり降りやすくなるんですよねってなった時にやっぱ手組みが若干を降り気味の手組みになる可能性あるんでそうなった時は梅村チャンスですね相手が上がりをちょっと遅れてくれるんで、はい、ここはチャンスになる可能性もあるんで親番は一個一個やっていきたいんですけどねちーちゃ引いちゃったんでねスタートからフルスロットでいかなきゃいけないですからねさあその辺はどうなっていくでしょうか うわー引いたいいパーソーだいい三点まあできれば2三用の三色にもしたいですが3万引いた面ピンも十分問題は「2層先生まれの三万換三万」万をこの上がり連チャンでどう考えるかだねそうですね上がり連チャンって本当に難しいですよねその辺のいや無事悲よこれはどうその具形に対するね考え方というか 非常に難しいですけれども、さあ塚田 e、が埋まりまました。まあでも4対1系なんでこれでね一応ピンズの形も両面なんで選びやすかったですかね、はい、3番が。はい。さあパッと見て一番整っていた松井ですけれども白をポンしていくのかどうかいや鈴宮もかなり整ってきてますからねこれでいいシャンテンだしあ Q1 が入っていいシャンテン初も注文親にはどちらも現物でしたね。 まあだかかもどうすするかちょっと見てみたいですよね、まあ、三蔵を引いたら三郎ンとかも、うん、打点ね漫画もちろんリーチがあるおーおっとこれを9番から仕掛けていった松井ドラが統一でねこれ白泣いたら白ちゃんとドラドラなんでもう漫画なんでドラ表示牌のチームはネックとはいえパーマンを2枚使うならこの9万も絶対にチートはい白をポンできれば漫画の仕掛け松井 いや打点もあるし仕掛けられたとなると梅村にとってはね最も上がらられたくない一人ですからね松井はしかもこの両面地ちょっと下ろしやすすいですよね役配をそうですねあの白土イ一とかね、はい、あの考える打点が結構低く見えるんでまあしかも松井に上がってくれてもいいかなとかうん梅村をトりあえずトップじゃなきゃいいって考えると。 まあ、相手がそう考えると思って、松井も仕掛けてますよね。う,うわ、これ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 が。今闇手にしてるじゃないですか。はい、これ一回戦だったら、絶対リーチだと思うんですよ。そうですね。まあ絶対、本当、絶対レベルのリーチなんですけど。この一人。落とせばいいっていう状況。うわ、勝っ<お>て引いたチーム。さあ、松井はペンチーワン。二枚。あ、一枚か。涼宮は三郎ワン。 いや、これ闇点にされたらまあ梅村きついなこれだってうわっがしかもこれはあでもチートイツの3にける散万全然切ってます、えー、切ってますけど切った絵が戻ってきてくれてるんで振り手にもなんないんでここら辺柔軟ですねここはしっかり包丁を回避していくただローマンも危ないですからね からね,ねいやーでもこの闇点選択お見事ですね赤ウーワン赤ウーソー難しいこれも難しいが準備的にリーチか下ろさなきゃいけないしはいここは梅村リーチといきました町はんワ湾リーチ単野オ赤です1枚あるまだありますうわ赤ウーピン押したリーチつもぎりリーチだ,リリーチだここで鈴宮まさかのつもぎりリーチの選択でした これ、ね、リーチが来たことによって、えー、っとリスクは先に犯したいというか、まあ、あのまだまだね後もあるし自分ポイント有利なんでんここで梅村直撃さえしちゃえばもう鼓安定なんですよ先々にリスクを終えとは日本ブロマージャン協会鈴木太郎がよく言っていますけれども。協<う>会のねいやでもこのつもげリーチしかも危険牌だったっていうのももちろんあるんで。 そうですね危険牌も危険牌、ちょうど危険牌。あこれでも赤うピでロンって言われたらねリーチ一発赤からスタートするんでそうですねこの戦い梅村はどうしても勝っておきたいいやでも面白い選択ですね先生リーチもあってあこれねおっと天杯が入ったがさすがに寄せない3万1枚だけかなおっとこれ三郎ローアンも消えましたね 3, 3万1枚のめくり合い いやーでもこのぎりリーチはすごいなやっぱりこの勝負を決めることをちゃんと理解してるのだからいやーこれねね意外な選択でした、ね、で先制リーチは確かにあってでも先制リーチ打っちゃうのはその局の収支と全然変わってて、はい、あの誰かがわしててくれてもいいんですよあの松井がかわしてくれてもいいしっていう状況だったところで親利が来たら他の人たちは結構降りてしまうんでそうすると親は長引くじゃないですか上がられるとね。 なんでじゃあ自分がいくか転ンしてるしっていうことも考えてのリーチかなと思うのでさあまだ3ワンが1枚残っているん一応い、e、いピンかんすると9番単球の転ンにはなりますが本当にじうんまあ白も場ニにしょんぱいなんなんで頭ないとは限らないんですが自分の転ンがあるんではいい、e、ピンをかんシンドラが3増です。 三蔵は梅村も鈴宮も一枚持っています打点が上がるこれ鈴宮は3万積もったら羽満だ羽満からパーサーショット打ってないですねまあローピンかパーピンですかね監視は下はいいですがここで撤退のそして梅村積もった3万らさい、はい、リーチタンヤオ。赤ドラ裏裏。ウラウラ 六千ウォールだ。六千ウォール梅村ここで最後の三ワンを引きました。来たぞ来たぞ梅村。この大きな大きな三ワンの積もり合いを制しました梅村。はいマージャンスリオンチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。マージャンの動画をほぼ毎日更新しております。チャンネルの登録高評価ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。